横山本、広市1月23日隊は、東京都出身のトレイルランナー。日本を代表するトップトレイルランナーであると同時に、山岳ガイド、ラフティング、リバーガイドなど様々な資格を所有し、その普及活動に従事している。ザノースフェイス所属。現在はトレーニングのため、群馬県みなかみ町在住。幼少期からスキーを始める。中学。 高校時代はサッカーに没頭したが、大学時代にプロスキーヤー三浦雄一郎氏代表の三浦ドルフィンズのアシスタントスタッフとして、山岳スキーや登山など様々なアウトドアスポーツを経験。その後、競技者としてトライアスロンや山岳レースへの参加を始める。29歳の時にアドベンチャーレースと出会い、世界で最も過酷と言われる。 レードゴロワーズに日本チームの一員として参戦。以来、プロアドベンチャーレーサーとして、国内外の大会で活躍する。2007年より、トレイルランニングに専念し、38歳にして、世界最高峰のトレイルランレース、ウルトラトレイルデューモンブランに、初参戦する。レース中に、剣断裂のアクシデントに見舞われながらも221位で、完走を果たす。その後、 懸命な治療とリハビリを行い、翌2008年、国内のトレイルランニングレースで頂点に立つ。2009年、ユティエンビに2度目の挑戦を果たし、参加者2286人中、6位入賞という、堂々たる成績を収めた。2010年8月、3度目のユティエンビ挑戦で、さらなる上位進出を目指したが、現地悪天候のため 30km 地点で、 レースが中止となるまさかの事態に無念の涙を飲んだ。ありがとうございます。